冬とは違ってとんでもねえ物件になってしまった。これは骨が折れるな。いや、これ全部倒さないとまず入れないっていうところからスタートするからな。やーべえな、これはやべえ、マジでやべえ。入り口すら入れねえもんな。いや、こっから開拓、していかないとね。とりあえず入れるようにしなきゃ。皆さんお疲れ様です。村上工房です。まずこの物件買いました。ただ問題がありすぎて、まあ、見ての通りね、入り口が入れないっていう状況になってて、シャッターはあるんだけど、現状目の前がもう全部木々で埋め尽くされてる。プラス入り口も全部木が生えてて、まず入れない、ね、大変だけどこっから開拓していくしかないと思いますんで、まずはね、とりあえず入れるようにしたいと思います。この物件なんで買ったかっていうと、自分のやりたいことがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、このスキルツリーをとりあえず書きました。で、これを達成するためにこの拠点をどんどん改造してやっていきたいと思います。項目はね、6つに分けてます。ガレージ、スポーツ、アウトドア、ライセンス、ツール、スキル、この6つのね、やりたいことを全部やるためにここの倉庫を開拓していきましょう。ちなみにこのスキルツリーは Google のスケッチアップと MMD を使っています。自分のやりたいことの上限をどんどん増やしていく、そんな動画にしていきたいと思います。よかったら見てってください。とりあえず入れるようになったんで入ってみましょう。うわ、相変わらずちょっと汚いから掃除しなきゃ。とにかく虫の死骸が半端じゃなく多い。いや、まあ、どっかから入ってるってことだから、まずは塞がないと。清掃してまずは塞いで、そっからだな。ここをね、工房みたいな感じにして過ごせるようにしたいんだけど、まずは大前提としてああいった隙間を全部埋めなきゃなんない。隙間空いてると冷気も入ってくるし虫も入ってくるし。で、こっから1階の方に直接降りれるような形になってて、ここが俺の欲しかったガレージ。この大型のシャッター2枚、超でかいっすよこれ。こんなん普通の家ねえよ、手に入んねえし、こんな安く手に入んない。この大型のシャッター2枚、とりあえずさっきの草で叩いてた正面をきれいにしなきゃ車すら入れないといった、これぐらいの広さのねガレージを買っちゃいました。こっからね、整備かけてやっていきたいと思います。とにかく10年、20年ぐらい使われてなくって、物としては全然綺麗なんだけど、掃除がされてないからやっぱりちょっと汚い。まずは掃除だね。掃除用具とこういったしーちゃんの上にあるやつは上からブロワで落としてあって、もう全部とにかく綺麗に。塗装のハゲとかはないからいいんだけど、やっぱこういう鉄骨とかね、ちょっと錆びてるところは削って錆止めとかね、塗って色もつけていきたいなと思います。いや、しかし立派な鉄骨、こんなごつい鉄骨なんて普通ねえよ。こんだけごつければ上も梁がかなり丈夫だから、何下げても全然歪むことないだろうし、そういった面ではすっごいマジでいい物件手に入れました。
いや問題はこの上の居室部だな。もう倉庫自体は断熱性能全くないから、断熱さっきの見た部屋の中で、ね、二重に断熱取ってあげないとってぐらい、しっかりしないと多分冷気が入ってきてもう冬なんて住めない状況になっちゃう。で1階もね、外部に通じる扉あるんだけど、もうさっき見た通りもう開けられない。もう草木入っても現状開けられない感じだね。だからこっちもとりあえず、清掃しなきゃ、整地していかないと使えない。これなあ、いやまずは掃除していきましょう。まずはね、ここを工房にするのが、自分の工房にするのが、まず目先の目標で、それに行くまでの土地のまず下準備としていっぱいやらなきゃいけないことがある。まず掃除、そしてそこから建物の、測量計測で、それを図面に起こして、材料の算出、リフォームの算出を自分でやっていきたいと思います。で、だいたいあれだとね、まず隙間塞いで、雨の虫を入らない状態にしてから、まずはこっちの、内装の方を、まあ、剥がしたり、リフォームしたり、照明とかね、床張ったりして、ここを使える工房として、ここをね、ベースの、拠点にしていきたいと思います。で、さっき見た1階の部分については、何でも作れるガレージということで、まあ、溶接機とか、工具関係ね、どんどん持ち込んでいって、下が、大きい加工場で、こっちは内職みたいな細かい作業場として、ここの倉庫を、リニューアルしていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。まずはね、できることから着々やっていきたいと思います。道具や設備を一から集める、そこから開拓がスタートしています。そしたら次ね、1階の荒清掃を見ていきましょう。掃除も楽しみながら、ね、開拓していきたいと思います。 OK、 よし、次はこの建物の測量をしていきたいと思います。測量なんで必要かっていうのはさっき言ったと思うんだけれども、材料買ったりしてね、これからリフォームするよっていうところはどうしてもやっぱりどれだけ材料がかかるかっていうのは計算してみないと分かんない。その計算のもとはね、やっぱり図面、から数量とか出せるんだけど、そもそもその図面自体ないから、なんか建物の図面がないらしいんだよ。だから、まあ、自分で図面描けるから、今回は、図面描くのと、加えてね、 3D の図面を描いて、まあ、分かりやすくというか、まあ、自分 3D のも描くの得意だから、そっちの方でやっていきたいと思います。で、 3D のソフトについては自分いつも使ってるのが Google のスケッチアップっていう無料で手に入るみんなが使える、ね、ソフトで、十分、あれすげえからマジ何でもできる。だから今ここで、建物の柱のサイズだったり、柱のピッチ、あとは下地、壁立ち上がり、ね、のサイズを正確に測って、それを図面に起こすという作業の下準備をしていきたいと思います。で、寸法についてはね、そんな精密なものは全然いらなくて、1センチ2センチずれてようがあんまり関係はないけど、やっぱりしっかりと測って、正確な図面を描くためには、スケール、それとメモ帳、あとは人に応じて電卓等が、ね、あれば誰でもできますので、リフォームとか秘密基地作りたいよという方は、自分から動いているということでやってみましょう。自分だけが分かればとりあえずいいから、こんな感じで梁の大きさとか下地の位置とかをメモってあげれば、まあ、自分のルールで、ね、決めて後で見て CAD で起こせるように寸法を拾ってれば問題ありません。じゃあ次、引き続いて2回もやっていきます。では、
ケー、じゃあ2階の測量も終わったんで、とりあえず一旦こいつを図面に起こしてみたいと思います。使うソフトは Google のスケッチアップです。これ無料で配布してるんで誰でも手に入れられます。まずは柱を描いてあげて、次に下地を描いていきます。でその次に地面のコンクリートの立ち上がりを描いています。でその下地を測ったピッチ通りに配置していって、こんな感じで外装をぐるっと仕上げちゃいます。で次に梁、柱、ちょっと色分けしながらねパーツを組み立てていって、次2階もそのまま色とレイヤー分けて描いていきます。あとブレースもこれも描いていって、少しでもリアリティ出してつかみやすいようにしたいと思います。でやっぱり描き方をね自分で分かるようになったら何でも描ける。最初はね戸惑うかもしんない、ちょっと直感的すぎる操作で誰でもできるんだけどちょっと癖がある。癖をつかめばただ何でも描ける。このソフトはそんな感じです。であと外壁もね描いてあげて、後から色塗ったり、色を変えようかなって思った時に仮想的にシミュレーションができるっていうのが 3D のめちゃくちゃいいところです。こんな感じでね全集書きました。ここまででだいたい10時間ぐらい、まあ、ぶっ通しじゃないんだけど1日2時間ぐらいに分けて、書いています。まあ、これがあればね何でも計画し放題なんで、これからどんどん計画を詰めていきたいと思います。まあ、一番いいのはやっぱり材料買ってあんまり失敗しないこと、あと材料買う前に色とか数量を試せること、そこが一番大きいと思います。こいつを使ってねどんどん開拓していきたいと思います。